ホンジュラスで最大の湖で、表面積は79平方キロメートル、平均深度15メートル。高度700メートルで、サンペドロス浦ラの南約70キロメートルの内陸に位置する。標高650メートル。長さ16キロメートル、幅6キロメートルで、コマヤグア、コルテス、サンタバルバラの各県の中間にあたる。火山によって形成された窪地になる。 火山地帯は、高信夜から、寒信夜のスコリア級、クレーター、溶岩流で構成されている。湖は、二つの最大のホンジュラスの都市、ケグシガルパとサンペドロスウラを高速道路で結んだ、途中にある。都市間を移動する多くの人々にとって、湖は休憩エリアとして機能し、眺めを楽しみ、銀行にあるレストランが提供する新鮮な揚げ魚や、 その他の食べ物を楽しむことができる。ホンジュラスの首都テグシガルパからは184キロメートル離れている。湖の西側は険しい山々とサンタバルバラ国立公園に隣接しており、東側はセロアズールメアンバール国立公園に隣接。森林に囲まれた火山性の湖で北岸のロスナランホス考古学公園に先住民連家族の遺跡がある。 ありがとうございます。